日常演舞の旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートファミマベーカリー合わせておいしい初食感の初食感のごぼうとレンコンサラダのパンを最初食べたいと思います。なんかここに菓子パンって書いてあるんですけど、これどこ見ても菓子じゃない、お菓子じゃないですよね。総菜パンですよね。まあ体にはそうですけど、その分そういうわけで開けてみる。やっぱりそんな甘い香りはしないですね。ごまぴっちりで、これ一時期は間違いなくごまが崩れるので、もうこのままいきますね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。中に入っているごぼうサラダとレンコンサラダがわりかし甘めの味付けになっていますね。なので確かに菓子パンと言われれば菓子パン的な感じもしなくもないです、ね。その分なんか惣菜のレンコンサラダとかごぼうサラダのイメージになるのってなりそうな気がしますね。まあ、半切りはもっつりしていて美味しかったんですが、惣菜なのか菓子パンなのかどっちつかずな感がありますので、こちらも提出させていただきます。ご視聴ありがとうございます。お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。